皆さんこんにちは。レク専任講師の佐々木ひろみです。本日は2022年の初受験に向けて勉強されている皆さんに今現状の勉強進捗状況とそれに合わせた今ねこの調子で2022年本試験間に合うのかどうかとよくこの時期ご相談いただきますので、ちょっとそういったことを踏まえて学習進路別の今後の勉強法、これについてアドバイスさせていただこうかなと思います。でまずですね、よくご相談いただくのがまずスケジュール通りに受講できてるんだけどこのままで間に合うでしょうかと、もしくは講義自体スケジュール通りに受講できてないんですけどどうでしょうかというご相談、2つのタイプがありますのでちょっとその2タイプに分けて進めていこうかなと思います。でまずスケジュール通りに受講できてるという方向けにアドバイスといたしまして、ただそうは言ってもですね講義は受けてるんだ、ただね過去問やってます、復習やってます、それできてません、どちらか一方しかできてません、結構違ってきますので、またさらにこの中でタイプ別に分けていこうかなと思いますが、講義はスケジュール通りに受講しています。で、あとですね、独学で勉強されている方もいると思いますので、独学で、来年の2022年の初受験に向けて勉強されていると。で、予定通り、インプットですね、そういったものをこなせてますという前提でちょっとお聞きいただければと思うんですが、まず、講義受けてます。で、そして復習もしています。過去問演習もしています。という方とで、復習はしているんだけど一応かろうじて講義受けてる、復習もしてる、けれども過去問演習がまだまだ追いついていないんですけどというご相談、もしくは受けてはいます、ただ例えばお仕事だとかいろんな事情で復習までちょっとね、思うように進んでないんですというね、3つのタイプに分けられるんじゃないかなと思います。で、この3つのタイプ別で言いますと、まずですね、講義はスケジュール通りに受講しています、なおかつ復習も過去問演習もしていますという方に向けてはですね、2022年の7月の本試験、ここに標準を合わせるのはもちろんなんですが、ただやっぱりね、それだとね最終目標ではあるんですが、ぜひですね皆さん念頭に置いていただきたいのは、5月に実施される公開模試、ここを目標に、そこまでにねしっかり上げていくということを念頭に進めていただければと思うんですが、で特にただね、復習も過去問演習もしていますという中でもさらにちょっと分かれるのが、復習もちゃんとやってるんです、過去問演習も、ある程度はやってるんですと。ただよくご相談いただくのが、何回かはやってるんだけれどもまだまだ過去問が完璧ってわけじゃないんですという方もいらっしゃいます。もちろん、人によってはですよ、復習もやってます、過去問をゴリゴリやってます、なんなら過去問もう覚えるぐらいまでやっちゃってますという方もいらっしゃるとは思います。で、そこでまず、過去問がまだまだです。結構ね科目によっても違ってくるとは思うんですが、そうは言ってもまだまだ講義受講されている方であれば基本的には大体ね2月3月ぐらいまでは講義あると思うので、でまず、学習済みの科目最優先ということを前提にしていただいて、ただそうは言っても今現状終わりが見えているという状況ですから、講義過去問演習と並行して、これは現在の講義って意味ですね。と並行して学習済みの科目のメンテナンス、これをしていくことをお勧めします。でその学習済みの科目のメンテナンスで言いますと、例えば進んでみたからこそ、例えば気になる科目として、例えば不動産登記の過去問演習を持ってやった方がいいんじゃないかとかで、結構離れてて民法この辺りが抜けてるのが気になるとかで、ただこの学習済みの科目のメンテナンスに関しては自分が今一番気になるもの、ここから手をつけてもらって構いません。今言うまでもなく目の前の科目最優先なので、今自分が一番気になるものが、例えば会社消灯法であれば会社消灯法を、問題演習中心にやっていく。で特にこのメンテナンスという部分で言うと、基本的にはテキストの読み込みがいいのか、もしくは過去問演習がいいのか、どちらかで言うと基本的には過去問演習だとか問題演習から入った方が良いかなとは思います。問題演習とっかかりに抜けてるところ、勘違いしてるところに気づいたならばテキストにピンポイントで戻って確認するという作業、これが空き時間でやりやすいと思いますし、記憶の取り戻しも、特にこの時期ですね、まだまだインプット講義進んでいきますから、学習済みの科目とはいえ読み込みということになるとなかなか集中できないという面もあると思いますから、でしかも空空き時間使っていくやっていくということになると問題演習がいいのかなとは思います。ただ先ほど言ったように、例えば過去問演習だとかも結構がっつりやっちゃってるんですという状況であれば、一番下にですねアスタリスクで、そこに入っておりますこちらですね、1月から3月の生鮮冬連実力養成編ってありますが、これレックの受講生さんであればこれですね、実力養成編というのは通常の基礎講座にはパックで入ってはいないんですが、2年目以降の受験生さんとかが受ける科目別の冬連なんですね。で1月から民法だとか不動産登記とか、順番に科目別に進んでいくんですが、これが半額で受けられるので、特に過去問も相当こなしてます、やりこなしました、もうこれ以上やるものありません、という状況の方であれば問題演習を通じたメンテナンスの素材で言うとこの実力要請、あってもいいのかなとは思いますが、ただもちろん、特にですねこういった基礎講座、レックに限らずなんですが、通常基礎講座ってですねもう合格に必要な十分な量が含まれていますから、過去問演習だとかがまだまだだというふうに感じられるのであれば、実力要請までは受けなくても良いのかなとは思います。ただこの実力要請、特にですね、記述のもっと問題を解きたいという方にとってみると、毎回記述演習も結構ハイレベルなもの、本試験レベルに近いもの、これが含まれておりますので、そういった意味で、問題演習を通じたメンテナンス、ここを強化したいという方にとってみるといいんじゃないかなと思います。続きまして、いや講義は受けてるんだ、そして復習はしているんだ、だけれども過去問演習がまだまだという方にとってみると、まずですね現状進んでいる過去問講義ですね、まだまだ講義進んでいると、現状進んでいる講義ペースは落とさずに、過去問に関して、ちょっと頑張って、やっていただきたいんですね。これもですよ、以前の分まで遡って問題演習していかなきゃいけないってことになりますと、特に範囲を絞るということ、これをお勧めしたいんですね。で特に、過去問ですね、掲載量膨大なものがありますが、ただ特にですねインプット、特に、問題演習、この時期にある問題演習って丸×がつくかどうかの確認ではなくて、あくまでも覚えるためのツールと捉えていただきたいんですよ。ですからそのインプット、あくまでも知識を記憶に残すといった意味においては、問題解いて間違った時の方が記憶には残りやすいと思います。で、しかもそれを2回3回繰り返した方が記憶の定着としてはいいはずです。となりますと、広い範囲で1回こっきり解くよりは、絞ってそこを3回から5回、解く方が効果的です。あくまでも記憶に残すといった意味において。よって分野ごとに、この分野っていうのが、例えば会社法なんかであれば組織再編の分野とかね、そういった分野ごとに直近5年分もしくはまた10年分。ね設立だけに絞って、そこを、5年また10年分、ここはご自身の現状の例えば過去問が一応ね、ある程度は解いてるんだと、でもまだまだ完成しているという状況にはないと思われるのであれば、ある程度解いてるんだったら10年分をまず5回を目標にするとか。でいや実は過去問1回も解いてませんとか、もしくは1回こっきりで、そのままになっちゃってますという方はちょっと10年分を5回っていうのはボリューム多すぎると思いますから、まずは5年分、これを3回目指していくとかで、ちょっとこの辺りは現状によって、調整は必要かなと思いますが、で、人によっても過去問演習がまだには1回も解いてないっていうまだの方と、で、ある程度は解いてるんだけどまだ完成してるとは言えないという方は、どちらかというと1番タイプの方かなと思いますので。ですから、まだまだというニュアンスとしては、ぜひですね、まだ 1,2 回しか解いてません、もしくは全然解いてませんという状況の方と捉えてください。で続きまして、講義は受けているんだけれども、過去問もそうなんだけど実際復習もできてないんですよと、結構受けっぱなしで終わっちゃってるところがあるんですという方にとってみると、まずですね、学習中の科目、これを当然ですね、もう今からでも遅くはないので頑張って復習プラス過去問演習、これをしていただきたい。加えて以前の分ですよね、週に1日2日は学習済みの科目の過去問演習の日っていうのは作ってほしいかなと思います。ただこちらも全然過去問演習も復習もできてないという状況であれば、まず、学習済みの科目に関して、これも分野ごとに違ってくると思います。で、一応復習がっつりした復習はできてないんだけれど一応テキスト数回読んでます。で、過去問もまず丸がつくかどうかじゃないんです。あくまでも解いて、あ、そんな話あったよねというところに気づければ、でそこの引っかかって、あ、そうだったってテキストに戻って、周辺を整理していくという形で構いませんので、ですからまず、当然ですね、ものによって違ってくると思います。で一応ね、学習済みの科目の過去問演習の日とは書きましたが、ただもう全然どんな話かすら忘れちゃいました。もう一切受けっぱなしで全然復習してないので、どんな話かすら忘れちゃいました。かろうじてメモぐらいは入ってますという状況であれば、例えばテキストをざーっと通読する。という感じですね。例えば民法の物件の抵当権、あたりで言うと、抵当権のある程度の分野に絞ってですね、そこをまずざーっと読む。ざーっと読んだ上で、まず過去問を解いてみるという感じでいいと思います。で、なので復習できていない、もうここ熱中量人によって違うと思うんですね。一切やってませんという方と、もしくは一応復習らしきものをやったけれども、復習が完璧かって言われるとまだ若干自信ありませんというニュアンスの違いで、一切やってませんという方は一応ちょっとテキストをざっと読んでから過去問演習の日というのをちょっとここはですね、講義は目の前の講義、これも進めつつ、ちょっともうこうなってくると勉強時間をいろんな、例えばその生活時間を切り詰めたりだとか、そういった形で今まで以上にちょっと時間を頑張って作っていただきたいかなと思います。ただ、こういった講義はスケジュール通りに受講しているという方にとってみると、来年もう間に合わないんじゃないかとか、いやいや勝負はこれからというところなので、全然間に合わないわけではないので、これから特にこの年末から1、2、3月の過ごし方で、随分結果変わってきますので、間に合わないからとかああいう形ではなくて、間に合わせるんですよ。そのために今こういった形で進めてください。これに対して、逆にスケジュール通りに受講できてないんだよねという方も、現在実はまだ民法とか、もしくは不動産登記ですという状況の方、もしくは一応民法不登法は済んだけど順番で言うと会社商登法ぐらいですねと、現在マイナー科目なんだけど一応なんかね、配信だとか、生クラスだとか通学のスケジュールにはちょっと遅れてますという状況、この3タイプに分かれるんじゃないかなと思います。で、そこで言うと、まず現在民法または不登法という状況の方にとってみると、今後ですね、もちろんそのね、例えば今まで仕事がめちゃめちゃ忙しかったで、例えばもう仕事を辞めることになったから、こっから勉強時間は相当確保できますという状況の方であれば、頑張ってもうね、勉強だけの、毎日を作っていただくことができるのであれば、来年の本試験、2022年の本試験の合格は諦めずに突っ走っていただきたいかなと思うんですが、ただいや勉強時間実は今後も確保できる見通しが来年の本試験まで、2022年の本試験まで、立ってないという状況で、民法または不登法、ただ今この動画見てるってことは司法書士試験自体諦めてるわけじゃないと思うんですね。となりますと、まずですね、2022年の本試験を受けるということは是非目標としては据え置いてください。ただ合格ということを掲げてしまうと、若干ですね、自分の中で、間に合うのかなとか思いながら半信半疑勉強を進めていく状況だと、とても学習効率悪くなってしまうと思います。となりますと、まず2022年の本試験を受験すると、しっかり勉強した上で受験するということを念頭に置いた状態で、まず目標として2022年の本試験までに主要4科目、主要4科目っていうのは民法不登法、会社法、商登法、当然記述込みです。でそれの主要論点、メインの論点ですね。ですからかなり細かい部分に関してはそこは二の次で構いませんから、主要論点の正答率7割、これを目標に択一プラス記述の対策をした上で本試験に臨みましょう。でこれができてるとできてないとでは、翌年の2023年向けのスタートが随分違うんですね。なのでもう今年ダメだからもう今から来年向け2023年22年を諦めて今から2023の勉強をしようというふうに、2023の勉強をするにしてもでもやっぱり主要4科目の主要論点これが入ってると入ってないとでは2023年目標の勉強ずいぶんスタートライン違ってきますので、一応それを目標に、もう講義頑張って進めていってほしいかなと思います。ただそうは言ってもちょっとね、なんか疑問なんだよな不安なんだよなという方は後で、ご案内します。個別相談の機会も設けますので、ちょっとまたそこは個別にご相談いただければなと思います。でこれに対して、現在会社法消灯をやってる最中ですという方にとってみるとこれね間に合わないわけじゃないです。全然間に合います。ただ今の現状ペースで進めていくと例えば週2コマとかね週3コマペースで進めていくとちょっとね本試験までには講義は終わるんだけどその後の直前期のブラッシュアップ期間っていうのがちょっと足りなくなってくる恐れがありますからまず4月末までに講義と復習と過去問演習これを終えることで今現在の進度例えば会社法の入り口にいる人と商業登記の終わりあたりにいる人ではやっぱ違ってくると思うので、特に残りの講義のコマ数回数カウントしていただいて一応4月末までに終えられるペース配分を考えていただいてそれが週3個までこなしていくべきなのか週4個までこなしていくべきなのかそれを逆算してってもらって、全科目の受講とあと、ただ他の方よりはブラッシュアップ時期全科目終わって最後のブラッシュアップ時期が5月6月の2ヶ月ということになってきますので講義と並行して今の復習ですね過去問、これをしっかりこなすということは念頭に入れた上で4月末までに受講を終えるというスケジュールを組んでいただきたい。でその上で、過去問演習に関しては5年分または10年分、を3回から5回は最低でも回すと。こういうことを念頭に進めていくことでこういった形でスケジュール管理していきましょう。まだ全然間に合うと思いますから2022年目標これは捨てないでいただきたいと。でこれに対して現在マイナー科目ですという方にとってみると3月下旬までに復習そして過去問演習しっかりしていただくとで、全然今現状マイナー科目であれば遅れてるというスタンスは全然ないと思いますので、ですから、むしろですね、スケジュール通りできてないどころか、ざっくり言うと予定通りの範疇です。なので3月下旬までに終えると4月からいわゆる直前期という形で直前期の当連ですね始まると思いますからそこに合わせてしていただきたい。加えてですね全然遅れてるわけではないので目の前の科目特にマイナー科目だとかに関しては問題解きながら知識量を増やしていくという状況ですから復習過去問演習しっかりであとですね直前期になってくるとやっぱり学習済みの科目のメンテナンス主要4科目の方に時間割きたくなるのでマイナー科目に関しては今この時期にしっかり仕上げていくんだということで、進めていただきたいかなと思います。でこの方もですから別に遅れてるわけではないので、ぜひ5月に行われる公開模擬試験、これを目標に、進めていただきたいかなと思います。で、なかなかね進めていくと間に合うのかな受かるのかな受かんないのかなこのままでいくとなんかね過去問の手応えもないし間に合いそうにない気がするという気持ちわかるんですがただ過去に一発合格された方でもこの時期に合格に対する自信がある方っていうのはまずいません。で、やればやるほど派になってくると思うんですがそれは今まで皆さんが頑張ってきたからこそなんですね。なので不安があるってことはそれだけ今まで本気なんだと不安は本気の表れ、合格が見えてるからこそこのまま頑張れば合格できるかもしれないというのがちらついてるからこその不安だと思いますから不安な気持ちっていうのはむしろポジティブに捉えてほしいと。で、不安に押しつぶされて、なんかね学習効率下がってしまうというのは一番もったいないパターンですからここまで進めてきた、自分に自信を持ってください。で特に、この中でスケジュール通りに受講できていない方特に、現在マイナー科目であればともかく、現在民法不当法もしくは会社消灯法ぐらいで、この方も、過去問演習まで進んでいるのかとかよってもちょっとね進め方変わってくると思います。これは個別相談の機会というのを今回用意しました。対面ないしは電話でお受けいたします。でレック池袋本校の方に私おりますので、そちらの方に電話で予約約を入れてください。で、まずそこで、電話出たものにですね、2022年向けの学習アドバイス動画を見ました。司法書士の受講生ですと。他社の方でも構いません。独学の方でも構いません。で、ただ佐々木講師の個別相談の予約を希望したいんですということを伝えていただければ、電話に出たものがその時期に、予約枠に空きがある部分ですね、それをアナウンスさせていただきます、ご案内しますので、そこで、基本予約という形で受付させていただきます。ただこれも12月1月限定になりますので、1月か年内もありますから11月限定になりますので、の方は結構ですね、予約枠に限りありまして、で、お一人15分ぐらいのお時間となりますので、ちょっとそこをご了承ください。で、あと時間も多少ちょっと前後しちゃうことがありますが、予約のお電話入れてください。そこは遠慮なく、こんなこと聞いちゃいけないんじゃないかなという遠慮は一切不要なので。で、ただしこちらの電話相談、個別相談ですね、対面でも構いません。で、現在レックないしは他社で初級講座受講中の方、もしくは独学で来年2022年初受験を目指して頑張っていますという方向けの個別相談の機会とさせていただきますので、もう学習経験者の方はですね、既存の講座の、インターネットフォローだとかそういったもので、進めてっていただきたいかなと思います。ぜひ2022年、合格目標に、というふうに始められた皆さんの気持ち、不安になる気持ち、それをぜひですね、でもそうは言っても何が何でもここから合格がつかんでやるということで、受かるのかなどうかなというのが不安であれば、公開模試、まず5月の公開模試で一応、基準点レベルの点数を取ろうという目標で、そこから2ヶ月で合格点に上げていくというふうな、スタンスで取り組んでいただければなと思います。ぜひ皆さんの充実したこの年末年始の勉強ですね、頑張っていただきたいかなと思います。それでは以上でおしまいになります。頑張りましょう。